皆さんこんにちは。世界国宝学会会長の霊夢です。会員番号114514番のマリサだぜ。今回は我々国宝学会による最新の研究結果を報告いたします。地球の未来を守るために国宝の研究は欠かせないからな。それでは今回お伝えする研究報告はこちら。こうすれば国宝は勝っていたというものです。で、これは一体何なんだ？知っての通り、国宝が凋落した原因は他流試合として出場したバーリプード、つまり総合格闘技の試合に惨敗したことにある。惨敗ではなく無念の惜敗だったら、また結果は違ったかもしれないな。なぜ惨敗してしまったのか、どうすればよかったのか、そのことを徹底的に研究した我々は、こうすれば国宝は勝利していたという方程式を発見したんだ。それってさ、コンビニ本とかによくある。こうすれば日本はアメリカに勝っていたとか、こうすればジオンは連邦に勝っていたとかいう類のヨタ話じゃないのか。うるせえこの野郎、国宝は負けていない、勝負はまだ終わっていないんだ。見苦しいにも程があるだろ。まあとにかく、一体国宝には何が欠けていて、そしてどうするべきだったのかを私なりに述べてみたいと思う。お前の勝手さ。でまあ、その前に。今回も毎度おなじみの A ライン、B ラインについての話を踏まえておいてほしいと思う。それじゃあその説明動画のリンクを右上に貼っておくぜ。一応軽くおさらいしておくと、相手と自分の正中線を結ぶような意識のラインを A ライン、自分の体の両脇から相手の顔面あたりへ向かう意識のラインを B ラインと名付けた。それでだ、国宝が A ラインと B ラインのどちらを使っていたのか、といえば、これは間違いなく A ラインだ。ふーむ、両手両足が正中線上に集まっているもんな。そして A ラインの構えというものは正中線上にある急所を守りやすいといった長所がある反面、B ラインの相手に対しては、いわゆる A ラインの負けパターンに陥りやすい。A ラインの構えは体の両サイドに空きができてしまうから、そこから B ラインのパンチが入り込んできてしまうということだな。そういうことだね。同じ国宝同士で組手をやっていれば、お互いに A ラインを意識した技術体系なので、この A ラインの負けパターンに陥ることはなかったと思う。しかしこれが他流試合ということになると、そう、他流試合の場合、相手はまず間違いなく B ラインで攻めてくる。大原選手は例のバーリプードの試合において120発を超えるパンチを受けてしまったと言われている。ちょっと今動画も記事も見れないんで私の推測になってしまうけれど、おそらく大原選手は A ライン型の国宝の構えを取ることで A ラインの負けパターンに陥ってしまったのではないかと思う。ふーむ、つまり B ラインの相手と戦うための研究が不足していたわけだな。そうだね、まずそれが国宝に欠けていたものの一つ目だよ。もっと身内以外の相手とも組手をしておくべきだったな。さて、A ラインのものが B ラインのものと戦う場合、さっきのリンク先の動画でも紹介しているライン取りなどのテクニックで A ラインの負けパターンに陥らないようにすることもできるんだけど、たとえライン取りに気づかなかったとしてもやりようはあったりする。へえ、どうやって？その具体例としていいサンプルになるのがこちらのナジーム・ハメド選手の戦い方だ。彼は私の知る限り、ボクサー、格闘家の中で最もうまく A ラインの攻撃を使いこなしている。彼のパンチは、こんな風に正拳突きでも打ち出すような体勢から、自分と相手の正中線を結ぶラインに沿って直線的に打ち出す。だからこんな風に B ラインの構えを取る相手のガードの隙間をすり抜けて当たってしまうんだ。B ラインの構えは中心が空いているからな。もう一つ見てみよう。ここでもまるで正拳突きでも打つような体勢から、相手と自分の正中線を結ぶラインに沿ってパンチを繰り出し、B ラインで構える相手のガードをすり抜けている。ハメド選手はそのトリッキーな動きばかり着目されるけど、私的にはそんなものはおまけで、彼の本質はこの見事な A ラインのパンチにあると思っている。なぜ A ラインの負けパターンに陥らずにこんなことができるんだ。それはハメド選手のパンチがロングパンチだからだ。これこそが国宝に欠けていたものの二つ目だよ。
なぜロングパンチだとうまくいくんだ。お互いの正中線を結ぶ最短距離に沿ってロングパンチを打ち込めれば、相手のパンチが到達する前に、相手の中心を制することができる。人間というものはパンチを打つときには体の中心軸を回転させなければならないから、中心を抑えられてしまったら相手にパンチを届かせることができない。もしくは届いたとしても十分な威力を発揮できない、ということになるんだよ。なるほど、つまり相手よりも早く攻撃を当てることができればそれが防御にもなるということだな。そういうことだね。ここら辺のことは、以前包丁撃炎の月について解説した動画でも説明しているからぜひ見ておいてほしい。じゃあその動画のリンクを右上に貼っておくぜ。それで、つまり骨宝にはロングパンチがなかったということなのか。これは私がビデオや書籍などで見た限りの話だけど、骨宝の体の使い方でロングパンチを打つのは難しいと思う。どうして?骨宝の動きは体の横回転にしか着目していないからだよ。例えば、直筆というストレートを打つとき、骨宝は膝や腰を横回転させねじり込んでいた。このやり方だとあまり射程距離のある打撃は打てない。ロングパンチを打つためには体の縦回転が必要になる。縦回転、体が縦に回るわけがないだろが。体の縦回転というのは、こんな風に腕を濡れタオルのようなものだとみなして、叩きつけるような動きのことだ。この時体幹部は上下に波状の動きをすることになる。この波状の動きが縦回転と呼ばれるんだよ。なるほど。波と言われるとウェーブパンチを思い出すよな。あれは肩甲骨にしか着目していないからね。だから手首がこけるようなしょぼいパンチになってしまう。やるんだったら頭のてっぺんからつま先まで波を伝えないとダメだよ。でまあ、この縦回転を手先までスムーズに伝えるために、右で打つときには右膝を相手に向ける。左で打つときには左膝を相手に向ける。といった原則を守った方が良い。そして手首も、蝶椿のように横回転させるのではなく、何か物を放り投げるように、柔らかく打ち出すのが良い。要領としてはピッチングとの共通点が多そうだな。さて、それでは今までの要点を踏まえて、いよいよ正打を打ってみよう。まずは、直筆、体。これが生まれ変わった直筆だー。打つというよりも放り出すような感じになっているな。あわよくば指先を相手の目に入れることもできる。ミットも打ってみる。ウプ主の手がテイクバックを取らないことに注目してほしい。野球のピッチングとはその点が違うわけだな。次は、横、だ。横は指先を横に寝かすようにして打ち込む。要領はさっきの直筆と同じ、放り出すように打ち込む。サイドスローみたいなもんだな。ミットも打ってみる。最後は、曲がり、だ。曲がりは横よりもさらに大きな軌道で水平に叩きつける。腕全体を濡れタオルだと思って大きく振っていこう。そしてミット打ちー。以上、この改良型骨宝をもって強力な骨宝戦士たちを量産すれば、世界平和達成も夢ではない。
人類の未来は国宝にかかっているな。その通りだ。国宝戦士たちよ。鳥のささみではなくおにぎりを食え、プロテインではなく強い子を飲め。そうして作り上げたスーパーボディはゴジラすら一撃で葬ることであろう。国宝万歳。最後にちょっと個人的な感想。国宝の凋落はグレイシーの真似を始めた頃からすでに始まっていたと思う。グレイシーの戦法は確かに総合格闘技というルールでは有効だけど、相手が何をするかわからない、何が起こるかわからない、喧嘩、という状況において、足という機動力を放棄するような戦法は取るべきではないと思う。いざとなればすぐ逃げられるようにしておく必要もあるしな。その考え方にのっとって、国宝は独自路線を行くべきだったと思うよ。歴史は変えられないけどな。それでは今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。